thank you 皆さんこんばんは今日は三月四日月曜日日本文化チャンネル桜沖縄の声のお時間です当番組は二千人委員会友の会共産広告広告主総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りいたしております改めましてこんばんは沖縄支局キャスターのボギーテレコンでございます 今日の南の南島、沖縄、えー、本当にに久しぶりり、まあ、綺麗な青空が広が広っております。最近この青空に対してですね私非常に絡みがあるんですが私が車を洗いますとまず間違いなく24時間以内に雨が降るというジンクスがございましてこれのそうですねここ1ヶ月の的中率がもう100%にに 近いような気がするんですよねもう本当にげんなりして車を洗わなければ3日4日晴れてるとでとうとう我慢できずに車を気合を入れて洗っちゃうとひどい時には30分で雨が降ってくる時もございましてもしかして私は雨男かと思ったりもするんですが、えー、今日も、はい、昨日からずっと車を洗わずにはいあのー プルプルしていたら案の定晴れておりますまあ、本当に神様の意地悪というところでございましょうかさて今夜はですね私一人なんですがいつもお手伝いをしていただいてます美咲ちゃんがなんと熱を出して寝込んでおりましてまあ、本日はもう休ませてください来週はもう必ず復帰しますからっていうことでまあご連絡が ありましたということで本日は私一人で50分お送りしていきたいと思っておりますではいつものコーナー行ってみたいと思います今週の自衛隊カメラさんフリップをお願いしますはいこの写真はですね、えー、那覇にあります陸上自衛隊第15旅団の掲示板ですね この数字は沖縄が祖国復帰してからの緊急患者空輸とと不発弾処理の累計となります3月4日現在緊急患者空輸が9,436件,件で先週の月曜日に比べましてプラス4件不発弾処理の方が3万7 0 0 0 件、3万7,456件で先週月曜日に比べましてプラス8件となっております、まあ、ここ最近ずっとこの調子でどん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 数字の方が積み上がっているんですが特にこの緊急患者空輸ほぼまあ2日に一っ三3日に2回というペースで今 自衛隊の方々が飛び立っておられますでまたこの不発弾処理はもうほぼ毎日あるようなペースでございましてまだ県内に2,000トン以上眠っていると言われている不発弾あちらこちらで今区画整理や住宅の新築工事がどんどん進んでいますがそれと同時に見つかる不発弾もかなり増えてきていると聞いております。 以前だと工事の遅れになるからということで見つかった不発弾をそのまま見えないところに片付けて工事を進めた後に通報するっていうようなこともあったらしいんですがこの不発弾外見は錆びていても中身がピカピカの場合がやっぱりあるんですよね。 復帰から少し経って起きた56での旧日本軍のこの魚雷を改造した地雷の爆発事故では保育園児まで亡くなるという大きな事故が起きたことがあります。最近では糸満市の方で道路を造成中のショベルカーが不発弾にガツンと当たりまして爆発。 このショベルカーがひしゃげてしまい、運転していた方が重傷を負うという事故も起きております。まあ、見てくれは普通の鉄の塊のように見えても、中身はそのまま爆薬と雷管が生きている場合がありますので、そういったものを見つけた時には、えー、むやみに触ったり移動させたりせず、百当番をしてですね、すぐあの連絡をしていただきたいなと思っております。まあ、そういった今でも生きている不発弾の ために命をかけて、ま処理に当たっていただいております。自衛隊の皆様に、心から感謝をしたいと思います。ありがとうございます。さて、まあ月曜日と言いますと、まあ皆さん、あのいつもね、出てくるのは、そうです。大きいのは、左翼の、皆さんの、ハレンチな姿を見たくて。 プルンプルンしてる人たちがたくさんいると思いますけどまあなぜこの人たちがねハレンチかといいますとまあ自分たちが何してるかわからない,はい矛盾を抱えたまま突き進んでる時がありましてま私から見るとこれってあなた方矛盾してるんじゃないのとこれあなた方が悪いんじゃないのと思っていることも平然と相手が悪いとはいえ防衛局が悪い警察が悪い はい、そしてテトコンが悪いというふうに言われたりしますけどいや私別に嫌われるようなことはしていないんですけどね今回もちょっと面白いというかあれれという事件がまあ今回起きておりますこれでございますトン、はいえー、基地建設に反対する運動の最中に警察官に制圧されて怪我をしたと訴える人たちが 刑事告訴とといいいいうここででございましていやこれ面白いですね警察官に制圧されて怪我をした人たちが刑事告訴はいこれがあの集団告訴をしているんですがこれがですね辺野古でいわゆる暴力的な警備によって市民が萎縮しないよう安全に表現行為ができる状況を作りたいということでございまして。 まあ自分たちが法律を犯して時には暴力的なことあとこの警察官やねそこでガードしているセキュリティの方々に対し無別的なそして言葉の暴力をね投げつけている方々が自分たちは安全に表現行為ができる状況を作りたいとおっしゃってるっていうことでございましてちょっと私は意味が分かなないいと思いますさてこれどういうことかといいますと。 辺野古や高江の基地建設に反対する運動の最中、はい運動ですね、警察官に排除されて転倒して、えー、頭蓋骨を骨折した頸椎を捻挫したなどと訴える人たちが複数確認をされているということでありまして、まあ、皆さんも記憶に新しいと思いますけど、えー、この高江などではこういうのがありましたよね。動画の中で救急車呼べー オスプレイ呼べ自衛隊のヘリ呼べヘリアハハハハはと笑ってるような人たちのことを皆さん覚えてますかね、まあ私の知っている活動家のじいさんは、はい、あの王さんという方なんですけど手の甲をすりむいただけで救急車に乗り込んでるそれも笑顔でね、まああいうのを見てますと本当にこの人たちっていうのは怪我をしてるんかななんて思うんですけど。 ちょっとでもねあの機動隊ともみ合いになると後ろに倒れて警察官に暴力を振るわれた救急車ということで救急車のね呼ぶ回数をなんか競い合ってるようなまあそんなところがあったんですがそのように警察官に排除されて怪我をしたとだからそれをね訴えるということをね今度わざわざ記者会見を開いてマスコミに発表しております。 まあこの件については今まであの警察の方にこういうことでけがをしたんですけどっていうふうに何度も訴えてきたんだけど取り合ってもらえないのでまあ集団提訴をするということになっているんですがさてそういった人たちがこの平和運動抗議活動の現場でどんなことをしているのかこんな感じでございます。トンいや素晴らしいですね これはもう決して、はい、歩道でも、ね、遊園地でも動物園でもございません。れっきとした、ね、車道それもこれセンターライン黄色いセンターラインはこれ追い越し禁止なんですけどね、まあ、こういったところで何をされてるんですかこれ、ねはい。なんて書いてるんですかね。はい、勝つまでずっと諦め諦めぬことですか。お勝つまでずっとと諦めぬこと いや何,何に対してこの人たちは戦っておられなんですかねそれと遠くまでこのようにわらわらとたくさんいるようでございますが、えー、こういったふうに行動をね車道にこうして座ってるのをこれ子どもたちに見せられたもんではないと思います。この人たち自分のねお子さんや孫に道に飛び出していいんだよ道に寝っ転がっていいんだよと教えているんですかね。まさに健全育成上よろしく ございませんさてこういういこともやれやれれでございますこれもそうですねこれは辺野古のキャンプシュワブ前なんですけど工場のトラックが来るとその前に飛び出しましてもう寝っ転がったりもう座り込んだりやりたい放題でこういったのを警察官が腕を引っ張って排除しますと「痛い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 」痛い。痛い 警察官が暴力を振るったと言って騒ぐわけなんですよねいやーしかしこんなのを見てて皆さんどう思いますか迂闊に触ると大騒ぎ救急車呼べとなりますこれもそうですねかっこいいですね何様のつもりなんですかねいやこれも、えー、走ってきた車の前に飛び出しまして、ね、なんていうんですかクラウチングスタイルって言うんですか 前かがみになってポーズをとっておりますが、まあ、こんなことをするとへこくんじゃないかと思ってちょっと心配になったりするんですが、まあ、こういった人も無理やり警察官に排除されると痛い痛い痛いと暴力を振るわれたと大騒ぎをします。こここここれれれもそうででございいいいいまますすすねいや本当ににかはは書いてますけど、はい安倍 対人国会解散と。国会解散したら野党の方が困ると私思うんですけど、こういったことは何で辺野古でやらないでね。あの国会前でやればいいんですよね。警視庁の前とかでやればいいのになんでわざわざ沖縄に来てやってるのか意味が分かりません。こういった人たちを無理やり引っ張りますと。とはい、あのもれなく痛い痛いというね。 大騒ぎがついいてくるということでございますこれもそうですねこれ米軍車両の前に飛び出したマナティーおじさんもうね殉教者の気分だと思いますそれも相手が絶対に引かないっていう自信を持ってのはい飛び出し座り込みあの命を懸けてるわけじゃないんです相手が絶対に自分は引かないだろうと思ってるからできる行為なんですよね。まあ、このように 公安関係者の方がいろいろね説得をしてどいてくださいというふうにやるんですけどなかなかどかないそしてこれをね力ずくでどかすと暴力を振るわれたといって大騒ぎ時にはあの弁護士まで出てくるという始末でございまして以前はこの抗議活動の現場に向かおうとした活動家やねあの一派を止めようとした警察官が訴えられたことがあります。 その止めた中になんとあっち系の弁護士さんがいてですね往来の自由を妨害したと言って告訴されましてなんと一審で警察が負けてしまうというとんでもない判決が出てしまったふ、まあ、普段であればこのような判決が出ればあの警察その警察を管轄している県が控訴するっていう形になるんですけどなんと当時の小長知事 県民感情に配慮をしてということで控訴をせず職務に忠実に治安を、ね、守ろうとした警察官がなんと敗訴しあの罰金あの賠償金をね払う羽目になってしまったつまり少しでもこういった活動家に対して彼らが不利益と思うようなことをやれば訴えられそして今の沖縄だと裁判にかけられたら万が一負けてしまえば 県が控訴しないと言ったらそのまま確定してしまうという恐ろしい状況が今沖縄に生まれているということでございますですからこのフリップのように皆さんやりたい放題はいやりたい放題でございますいやなんかどちらかで見た麗しき後ろ姿まあ私はもう本当に夢の中にも出てきそうな後ろ姿でございますが もう髪型だけでわかるというこのお方はもしかしてもしかするとあのご人ではございませんかねさてこのような感じで本当に反対派の方々警察まで訴えるなんてやってるんですけどあとね古俗で卑怯といいう部分もございますなぜかと言いますと後でいろいろ皆さんにお見せしますけど弱者を用いたりするんですよね。例えばこの写真トン さてこの写真はですねキャンプシュワープの工事用ゲートのま写真なんですけどこのように抗議活動にですねなんと子どもたちまで連れてきてま参加をさせてしまうっていうねまとんでもないことをま平気でやっていますでこの子どもたちに掲げさせているのがラブ愛と平和というまプラカードなんですけどこういった小さなね小学生 ここはい年生ぐらいですかねここはもう2年生ぐらいじゃないかなと思うんですけどこういった子どもたちが辺野古への,の移設そしてこの米軍の抑止力なぜここに滑走路を作らないといけないのかっていうことまで本当に分かっているかと思うと私はちょっと理解ができません。さて皆さんこの写真の奥に見えるこのトタン板のようなやつこれ何だと 思いますか実はこれですねあの別な写真だとこういうい感じ、はい、これはあの正式名称「波状鉄板」といってですねあのこれ防衛局が基地の出入り口に敷いている鉄製のまあ鉄板それもあの波型に打ってる鉄板でございましてもともとの用途というのは泥除けとかねあの汚れ落としに使っているようなものでございます。 さてこの鉄板のことをあの沖縄のメディアは何と読んだかはいこれ2014年の報道から引っ張ってきましたけど「殺人鉄板」はい皆さんこれですね「殺人鉄板」でございますよこれ「殺人鉄板直ちに撤去し人命を守れ」「鉄板の上で激しく転倒すれば 骨打ちどころが悪ければ命にも関わるかもしれないそれを予期した上で鉄板を設置したのであればあまりにも残酷であるというふうに琉球新報さんは断じております残酷だそうですそしてはい現場を訪れた弁護士まあ現場を訪れた弁護士さんは鉄板の上で 取り締まりががあれば必ず怪我人が出る殺人罪,、はい、殺人罪少なくとも傷害罪の密室の故意になると明確に指摘をしたということでございまして皆さん殺人罪そして傷害罪にね、はい、これを故、ね、意にやろうとしたことになるんですよとね 鋭く指摘をしたとといいうことでございま,すまあ新聞社が、ね「殺人鉄板」と言ってですねあの弁護士さんも「これは傷害罪殺人罪に問われますよ」と言ってるこの鉄板もう恐ろしくて近づけないと思いますけどさてフリップでご覧いただきますこのね報道があったとやはり殺人鉄板ですから皆さん近づくのも恐ろしいと思うんですよ。 しかしその後どうなったか、これでございます。トン <laughs> もう、あの。はい、殺人鉄板の上でくつろぐ。あの、はい、抗議活動の。皆さんの。にこやかな顔。顔。顔。さあ、これが皆さん。殺人鉄板。なんですかね。 いや本当にね殺人鉄板といったらもう近づいただけで命を、ね、取られるようなそういう驚,驚しさがありますけどどう見てもこれはペクニックにしか見えないんですがまあその当時殺人鉄板と書いた新聞そしてそれを報道したねあのテレビ局はこの写真を見て一体どう思うのか。 そして今日放送を見ている皆さんが、これを見てね、またどう思うのかということをね。あの、本当に聞いてみたいなと思います。しかし、彼らの矛盾はこれだけにとどまりません。これまでございます。トン。はい、えー、辺野古に救う。極左活動家の言動。基地に出入りする工事車両のせいで、埃が舞い散ると。激おこプンプン。えー、つまりね、あの基地の。 ゲートから出入りするトラックがほこりを舞い上げるとそれはもう本当に迷惑だということでね環境破壊だと言って激憶を,プンプンをしたわけなんですよねその抗議に対し防衛局は迅速に対応しました。じゃあ埃が立たたないいように散水させていただきますと、はい、だってほりが立つから迷惑だっていうことでね健康被害だというもんですから。 じゃあほこりが立たないように散水させていただきますということでこのようにしっかりと散 <laughs> 水者を出してですねほこりが立たないようにあの散水をしたんですよねするとはい極左活動家の皆さんもう当然ながら自分たちの言い分が通ったから大喜びをしているかと思いきやとん それは水の無駄遣いでしかないけしからんとさらに大激怒をした上に地面を濡らして俺たちを座らせないするつもりだなとさらにさらに大やけどいやこう言えば攘夷という言葉がありましたけどこの人たちは本当に何かにやっぱり怒ってないと自我が保てないのかなと。 私思ったりするんですけどここまで来るとただの言いがかりでございますはいそして私のね友人たちは山水車じゃ生ぬるいとこれをねあの辺野古に配備したらどうだというふうに話が来ておりますそうですねこれだと山水車よりずっとずっとねあの強い水圧で洗い流してくれるんじゃないかと 思うんですが、ぜひ、えー、警察関係の方々これ配備した方がいいかも、えー、知れませんよ。はい。じゃこれはあのあくまでも誇りを払うためですからね。何もあの活動家の皆さんを排除するためじゃございませんので、誤解なきをお願いしたいと思います。さて矛盾といえばこの方もそうですね。まあ。 社民党の唯一の選挙区の議席をお持ちでありますテリア監督先生実はこのテリア監督先生私非常に親しくさせていただいておりまして私の,あのラジオ番組にも二度出演していただきまして平和についての思いを、ね、熱くまあ語っていただいておりますその平和への思いという部分で私非常に意気投合しまして えー、このテレア監督先生に「テドコン君私たちと一緒になって活動してみないか」と、えー、お誘いまで受けたんですが私あのさらっと、はい、ありがたきお言葉でございますが多分あの政治的思想的には反対の側だと思いますんでご遠慮させていただきますということで定治にお断りをしております。まあ、当然社民党でですのの、はい、オスプレイの 米軍基地は沖縄から出ていけということでございまして当然オスプレイは嫌いで嫌いでたまらないはずなんですがねなんですが皆さんこれをご覧いただきたいと思いますトンはいテリア監督先生でございますすごいにこやかな笑顔でございますねはいこれはでも何でもございませんあのオスプレイに乗るときにはめるね あのヘッドギアというんですがそれをね万でございますしかしなんでこんなヘルメットそれもオスプレイとかね米軍のヘリに乗るときにかぶるものをテレア監督先生がかぶっているのかなと申しますとなんとなんとなんと写真を引いてみますと <laughs> う もう本当に勘弁してほしいですよね。はい、あのまあ、これを見てわかるように、あの男っていうのはやっぱりね。何歳になっても男の子なんですよね。はい、あの男はいつまでたっても子供みたいだとね。よく女性に言われたりしますけど、確かに男はいつまでたってもね。あの少年であります。少年っていうのはメカ好きでございます。ということで、あの普段。 オスプレイ反対とねあのわざわざ叫んでおられますテリア監督テルカン先生実はオスプレイ大好きということでございますかね。まあこの1枚だけですとまたボギーのコラだとかね捏造だと言われますんで次のやつをちょっとお見せしたいと思います。トン <laughs> いや、まあ、これは あの航空ファンとかミリオタの方々が見ればすぐ分かりますこれオフスプレイの機内ですねはいえー機内の写真でございますさて中にいる方々ご紹介させていただきたいと思いますまずここにいる緑色のシャツを着けている方はいこの方はですねなんと日本共産党の赤嶺政権衆議院議員 いやあ、なかなか嬉しそうな顔をしていますね。あのー、やはり思想的にはあっち系でオスプレイ反対のね。あのー、拳を振り上げている方なんですけど、実際オスプレイ乗るとこういうふうに笑顔になるということでございまして、その横にいるのはオール沖縄の県議で中曽根悟さんでございます。中曽根さんも県議会ではかなりはい。反米。 反オスプレイのねあの言動をやっておりますけど実際はもしかしたら好きなんですかねはいそして奥におられますのが、はい、この奥に映っておられますのが我らが、はい、社民党のテリア監督先生でございましていや本当にこの3名がこのオスプレイに乗ってうれしそうな顔をしているのがねこの写真が非常にウケましてあのオスプレイファンクラブの ね、あの第1号の表紙になるんじゃないかと言われていた時の、はい、解放の第1号になると言われた時のこれはあの原稿なんですけど、はい、オスプレイファンクラブ <laughs> 実はオスプレイ反対と言ってる人たちが実はオスプレイ大好きな可能性が非常に高まったということでございましていや現場でオスプレイ反対をしている人たち これをを写真を見てまたどう思う思ですかねまた私の捏造だというふうに叫ぶんですかさあ捏造といえば沖縄のメディアは時々数字をね平気で捏造します。それと以前もありましたねあの黄色い線を越えているのに越えていないと報道しまさにね誤報ではなく捏造報道をした。 沖縄西のこととは記憶に新しいかと思いますそれとあの沖縄のいわゆる反社会的勢力がやる集会県民大会などは最初はこの主催者発表という数字がついているんですけどそれが報道がね大体1週間ぐらい経ちますと主催者発表がものの見事にカットされていつの間にかその主催者発表が本当に参加したような 人の数になってしまうということがありますさて今回も先週この辺野古で集会がありました土曜日ですねこれ沖縄のメディアが報道してますけどなんと1300人参加したということで報道されておりますこれがそれでございますンさてまあ先週の土曜日1300人が抗議の拳シュワブゲート前で県民大行動 新基地建設反対訴えということでございましてまあよくもまあね目の前に基地があるのに新基地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 とねまあずっと唱えていられるなと本当に思いますけど目の前に基地があるの本当に見えないんですかねこの人たちは。さて座り込みを始めて1,700日。 あのこれね北部国道事務所の皆さん1700日ね見逃してるっていうことをねこれちょっと恥じないといけないと思いますよはい1700日の節目に主催者発表で県内外から1300人が参加新基地建設反対を訴えたということでございまして1300人1300人でございますすごい人数ですねはい1300人でございます わあ、すごいですね。これ1300人なんですね。はい、半分は警備員のように見えるのは私の気のせいなんですかね。まあ本当に道路をね。はい、もうずっと埋め尽くす。1300人の波はい。これも1300人でございますよ。皆さんはい1300人。まあここね1300人って言うと、もう歩道にずっとこの辺から溢れていそうな感じなんですけど。 1300人。1300人でございます。はい、これもそうです。1300人。すごいですね。1300人。どうですか、皆さん。1300人。いや本当に沖縄のメディア、1300人。本当に、主催者発表、大丈夫なんですかね。はい。そして、こういうのもやっておりますえ。障害者辺野古の集いということでございまして、今回、 これ去年もやったんですけど今年もねまた障害者の方々を集めてやったということでございますがこの真ん中に写っているのはこれはどう見ても玉城デニー知事ですよねそしてここにいるのはこれ稲峰前名護市長さんですかねよくまあこんなに似顔絵描いたなと思っているんですけど。 こここにいるのは誰でしょうこれもなんか県議会の議長のような雰囲気なんですけど多分似顔絵として描いているんだと思いますけどまあ子どもからね何からこのベッドに乗った人までもが普通ねこんな寝たきりの、ね、方々が辺野古に来るはずはないんですがこうしてね辺野古の方に障害者の方々を集めてやっております。ここにいるのはなんとなななんんととくく サコムさんに似てるだけもしないでもないんですが、まさかサコムさんがこういったのに出るはずはございません。さてこの障害者辺野古の集いということでございまして、今回辺野古で障害を持った方々を集めて、えー、訴えをしております。とにかく社会的弱者をね最前線に立たせることによってあのいわゆる警察の 排除を、ねまあ、かいくぐろうという本当に古息なやり方だと私は思っておりますしこうして、はい、中の方で写したやつなんですけどこうしていろんな方々がねあのスピーチをしております、まあ、それと同時にコンサートなんかもあったようでございまして一体この人たちはこの滑走路建設を止めたいのかそれとも自分たちのね表現行為あのスピーチとか音楽の発表の場だと 勘違いいいしてるんじゃないかと思った節もございますそしてこれは去年皆さんも記憶にあると思いますけど、はい、兵庫県から来たあの参加者がこういうふうに言いましたね「僕は1人の障害者が集まるということは100人分ぐらいの値打ちがある」と、はいまあ、この100人分っていうのはもちろん健常者のことでございまして ま、障害者1人がここに来るということはまあ、健常者100人分ぐらいの値打ちがあるということなんですが。本当にそうなんですかね。私は個人的にあの障害を持った方も健常者もね。1人は1人だと思っております。その1人1人が支え合ってね。生きていく優しい社会。その中であの健常者の方々もね。何。 不自由もなく不安もなくあの一緒になってねあの頑張っていけるんじゃないかと思っているんですが、まあ、そういった人たちをこうしてねあの政治闘争の場に引っ張ってくるこの沖縄の反基地運動のやり方っていうのは私はちょっとまずいと思っております。それとこのように3月4日はい3月4日はなんと、えー、今日三審の日。 はい、今日三振の日三のなんです3と4で、まあ、三振の日ということで沖縄の文化の力で辺野古を止めようということでもうねいい加減にしてくれと、ね。沖縄の文化は沖縄の文化であってそのような政治闘争の、ね、道具に使ってほしくないんです私は。だってねこういった三振を引く方イコール反基地派とイメージついちゃうじゃないですか。 そそもそも、ね、このような反基地闘争というのは政治的なものであってそれに文化を絡ますということは今までの沖縄のの闘争の中でではなかったんですもうとにかく自分たちの欲望を通すためには何でもあり沖縄の伝統文化芸能、ね、そしていろんなそういったお笑いなどもすべて反基地の中に取り込んでですね一般市民をその力で丸め込んでいこうというのが 見見え見えでございます、はい、そして今日のこれプログラムなんですけどこれ反吉運動ですよ皆さん反吉運動なんとね鍵鍵屋屋でとでと、はい、この三振と踊りこの「鍵屋で風」っていうのは沖縄では結婚式の時にまあ催されるおめでたい歌と踊りでございまして必ずやります。はい そして流「はい、そして歌愛平和自然をあなたの言葉で」ということでこういったことを、ね、募集をして今日、えー、現場でやってるということなんですが、まあ、沖縄タイムズさんの、ねえー、ツイッターで動画が流れていましたけどもう本当に、ね、あの基地の前行道でまるでこの芸能祭のような感じで三振や歌と踊りを披露しているんですよ。 このの人たたち一体何のために集まっているんですか、ね、あの基地に反対をするために来ているのかそれとも自分たちが普段やっているそういったねあの芸能文化をこの場で披露するのが目的なのかそうであればねきちんとしたやっぱりホールとか、ね、公民館とかあの演舞場でやればいいだけでありましてそれをなぜわざわざ 反基地闘争のの道具にして行動でやらんといいけないのか本当にもったいないと思いますしこういったことを見ているねあの県内外の人がもうクバガソ今ちょうどクガ傘を見たらあの活動家と思って目を背けるアメリカ人が多くなりました同じように三振をね引いたら活動家だと思われる時代が来るかもしれないそうなった時にこのようなね反基地闘争に文化を ね、取り込もうとしている人たちは責任が取れるんかということなんですよ。沖縄の文化伝統芸能っていうのは、県内側から非常に高く評価をされています。しかし、県外でね、駅前などでもう本当に下手くさな三振引いてですよ。それも県外の方がそれでね、辺野古反対、沖縄を守ろうなって訴えるのを見ていると、自分はもうどん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 日本国民が沖縄を嫌いになっていくんじゃないかというふうに。 危惧していますそしてこのような、ね、三振やね流部踊り文化伝統芸能が半、ね、吉のイメージが締めついてしまったらそれを、ね、やろうという人もどんどん減ってくるんじゃないかとそれをやってる人イコール左翼だと反社会的勢力だというイメージがつくんじゃないかというふうに私はさてこの人たち踊ってるか怒ってるかどっちしかないんですよ。 実はポスターもそうでございますこれでございますトンさてこのフリップなんですけど今の石垣島の方にですねあの自衛隊の駐屯庁を作るための造成工事が今進んでおります、まあ、それに反対する方々が作った、まあ、これチラシの一つで戦争のためのミサイル基地作らせない石垣島にもどこにもと書いておりましてなぜか亀が怒っている まあこの人たち本当にいつも怒ってますとにかく怒ってないと自我が保てない人たちなんですがなぜ怒ってるのかはい石垣の中山師長年度内着工予定通り住民面談に応じる考えということでございましてあのこれ実は陸上自衛隊のね配備計画があってこの沖縄防衛局が 2月28日に着工に向けた準備を開始したということについて、ま中山市長がスケジュール通りに行っているっていうことで、ま予定通りであるということをねお話をされました。まそれにまあ順次って実際に工事の方も着工しておりまして、今粛々と進んでおります。それに対し、あのその基地を作ることに反対をする反基地派の皆さんが。 わらわらと集まりまして、ままた子どもも映っていますね。はい、陸自配備のミサイル基地反対。はい、農地の軍事利用。はい、農地の軍事利用は断固反対ということでございまして集まりました。これもそうでございます。はい、ワンツー三。まあどう見ても若い人たちじゃないんですけど、反対と言うんだったら堂々と顔を出してやれよというふうに私言いたいんですけど。 なんでわざわざ顔を隠すんですかこの人たちはやっぱりやましいことがあってやってるんでしょうというふうにしか私は思いません。これもこういうふうにわら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 といっぱい集まっておりますがね、まあどっかで見たような旗もたくさんございます。はい、えー、本当に水とかね、止めよう自衛隊基地とかミサイル基地いらないとかやってますけど、まあこういった人たちが以前自衛隊の艦船が寄航、えー、したときに。 自衛隊はいらないごくつぶしってやったような人たちの仲間ではないかというふうに思っておりますそしてこれが配られたパンフレットと先ほどの亀さんですねはい。でもよくこんなの作って配るようなお金がありますよね石垣島のなんか観光案内かなと思ったらね、ストップ琉球港自衛隊配備ということでこういう亀が起こった絵を描いてるんですけど こんな起こったカメラをもらったって誰も喜びませんそしてこのようなパンフレットもあります石垣島の観光案内かと思いきやこれもミサイル基地の要塞化が目論まれるということでございましてこれ作るのも多分相当お金かかると思いますよこんなのよくね作って配るような資金力があるもんだなと思いますそしてこれ集会これ何なんですか皆さんこれこれ何だと思いますこれ これ <laughs> 武力は平和を遠ざけますとこれは一体何なんですかシマラッキョではないですよねピカチュウでもございませんよねもういい年こういた大人たちがですよこんな格好をして一体何をしているんですかねそれとこれもそうでございますはいこれも大人たち あのこれはもしかして蝶なのかそれともがなのかまあ美しきねあの女性がやるとどう転んでも蝶にしか見えないと思うんですけど私が見るとこれはどう見ても与那国さんじゃないかと思ったりもするんですけどここにおられる方はこれはガッチャマンですかね。ようこんなの作ってねかぶってますよね。 はい、こういうふうにもう仮想大会そのものになっちゃいましてここにいる方もすごい怪しい雰囲気ですけどこれは何なんですか何か基地反対運動が芸能大会になったり三味線の、ね、発表会になったりとうとうこのようにコスプレ大会にもなってしまったということでございまして呆れ果てるしかございません、まあこのような感じで現在の沖縄の反基地運動もうねこの基地 を止める。滑走路を作らせないっていうことよりは、もう。反基地運動をすることそのものが、もう目的化。しちゃってるような。気がしてならないんです。そこに来れば。自分と同年代に会える。青春時代。大学のね。学生闘争で。地を。ね。沸き立たした。あの。時代を共に生きた。同年生に会えるんだ。その時の話をね。やれば。思いっきり。この記憶は当時に。 遡るということでございまして、熱く燃えたぎった精神の地をもう一度という感じでございますかね。まあ、こういった人たちが本当に次から次にやってくるのがまあ、辺野古、そして高江そして今度は石垣島、宮古島。 こういったところにわら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 と湧いておりますが、まあ、平日から仕事もせず、こういったことをやって生活が成り立っていくという。本当に不思議なね。あのー、生活も本当に裕福な人たちなんですが、これがまあ沖縄の新しい産業半吉産業なんですかね？まあ、このような活動をして、どこから生きていく過程が生まれていくのか。私は本当に。 不思議としか思えません。さてここでですね、あの皆さんにちょっと紹介したい動画があるんですけど、あの実は私皆様のおかげでですね、あのもうすぐこのツイッターのフォロワーが4万人に行きそうな感じでございます。まあツイッターというのはもともとあまりやってなかったんですけど、まあツイッターはどちらかといえば川 でそしてフェイスブックがまあ湖という感じでございまして、まあ、スピード感はやっぱりツイッターの方がすすごい早い早んですよねこれに気づいてちょこ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 投稿していましたらなんとフォロワーの数がどん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 増えましてあとそうですね100ぐらいで4万人にいくことになりました本当に皆さんいつも見ていただいて誠にありがとうございます、まあ、そういった中で、ね、あの最近結構 こののの過去の動画がまあ注目をされておりまは、まあ、前から私のことを知っている人たちは見たことあると思いますけど、ね、最近からこの起きさよっていうふうに気づいた人たちっていうのはまだまだ見てない動画がたくさんあると思いますんで今日はそのね注目されている動画をいくつかつなげましてご覧いただきたいと思います。ではどうぞ

もう本当に月曜日らしい胸くそ悪くなるような動画でございまして、まあね、仕事でお疲れになって今電車の中でご覧になっている人たちはこんなじゃ沖縄なんて、ね、絶対行きたくねえやと思っている人たちもいると思うんですが、まあ、こういった、ね、おかしな部分はあくまでも一部の,あのところでございましてその他に沖縄はもっともっといいところがたくさんございます。 実はあの私の北部の友人がですねあの先週撮った沖縄の海の動画を送ってきてくれました是非桜をご覧の方々に見せてくださいということで送られた動画は本当に青い海と真っ白な砂がね映っております今日はこれを見て皆さん是非先ほどの沖さよ動画で汚れた心をですね洗い流していただきたいと思います そして沖縄にぜひねまた遊びに来てください。そして私と共にね汗をかきまあ、言葉を交わしていただきたいと思います。ではこれはあの私の友人からのプレゼントであり皆様にお見せしたい今の沖縄の姿でございます。では皆さんこの動画でお別れとなります。また来週お会いしましょう。本日もありがとうございました。